カメルーン火山列カメルーン火山列は、ナイジェリア東部とカメルーン西部との間に発達した火山の並びである。カメルーン火山列は、ドイツのジークフリートパサージによって1909年に発見され、定義されている。カメルーン火山列は、ギニア湾に近いカメルーン山から、北の茶どこに向かって引かれている玄武岩の火山列であり、ムベレ地高帯もこれに含まれる。 この火山列はカメルーン山脈あるいはカメルーン高地として知られる山地によって特徴を付けられている。火山列はビオコ島やサントメプリンシペの列島まで続くと考えられ大陸近くから海洋近くまで連続する地質学的に珍しい例である。約8000万年前にアフリカプレートが半時計回りに移動した際、生じた地殻の先端作用が マグマの活動を招き、火山列を形成した。ナイジェリアは、コンゴクラトンと、西アフリカクラトンを分ける位置にあり、白亜紀にベヌートラフが形成された。このトラフの東に、火山列があり、蒸気船団体に沿っており、船団体は、大西洋拡大により、アフリカ対岸のブラジルまで続くと解釈される。ただし、マントルプルームが、 火山列の下にあったかどうか議論の分かれるところである。火山列上では、現在も急座が活動中であり、直近の噴火は2012年2月3日に起きたカメルーン山での噴火である。この他にバンブートス山脈、エティンド山、マネングーバ山が火山列に含まれている。また1986年に湖水爆発を起こしたニオスコは、カメルーン北西部における、 カメルーン火山列の火山活動と密接な関係を持っている。火山列の大西洋、ギニア湾側は、ビオコ島、プリンシペ島、サントメ島、アンノボン島といった火山島が並び、これらはギニアン諸島と一くくりに呼ばれることがある。マネングーバ・サンギニア湾の地図、カメルーン火山列から当初の列が伸びていることが確認できる。 プレートテクトニクスでは3つのプレートの合流点は三重点と呼ばれ、カメルーン火山列は大西洋上の三重点に橋を発する列光であるが、この列光はユーラシアプレートに届かなかったため、結果としてオーラ古弦が形成されている。ありがとうございます。